まあ、飛べてないよね。マスタートは相変わらず下手だね。何回見ても飛べてないよね。落ちちゃってるだけだから。人にこう教えさせていただく立場になって自分がいかに飛べてなかったっていうのがあって、そう、今スタートが変わったしね、あのその後ろについて、ウィングがついて、うん、あれがやっぱりどうあれを使うかが、やっぱ後ろ足で蹴るのが大事ですか。いや、これは逆なんだよね、考え方が。後ろで蹴っちゃうとダメなんで、しっかり前の後ろ足で蹴るってなるとみんな後ろ足重心になっちゃうんだけど、後ろ足重心だとスタートが 出づらいし、でしっかり重心は前足に持っていかないといけないわけ。なるほど、引く人でも後ろはやめた方がいいか。あ、引いてもいいんだけど絶対に前に重心をかけて。引いても体は前なんだ。足ね、足に重心を、足重心で、なるほど、そうやるとスタートはかなり上達するかな、それだけでも。引いちゃうとみんな後ろ足にこうなっちゃうし、あとその羽がついたことによって、うん、みんなその後ろに蹴んないとってなるけど、実は違くて後ろっていうのは前に重心を置いた方が俺はいいと思う、ね、あ、じゃあ羽のブロックの位置としてはそんなに後ろに下げなくてもいいと思うし、窮屈ぐらいの方がいい、よかったです。あ、それこそこの前の動画の日本選手権の動画の時はすごく前にやってたんだけど、一番前の1個後ろぐらいかなにやってたんだよね。高校生、高校生。そう、これが1個前後、結構窮屈、うん、でそっちの方が蹴れるんじゃないかと思って。後ろの身長でもそんなんだ。やってたんだけど、うん、この時分かると、なんかここ後ろ重心になってんだよね、ちょっとね、近すぎて。うん、あ、近すぎると後ろ重心。そうなっちゃってて、まあでもこれは飛べてるっちゃ飛べてんだけど、もうちょっとできれば俺は後ろにした方がいいのかなと思って、今はちょっと後ろにしてるから、うん、基本的には後ろになりすぎない方がいい。そうだね、蹴れないし、そしたら逆に蹴れないって言い方もさっきさ前足重心かけたって言ったけど、まあ最終的には後ろ足も蹴るから、だからそこのポジションっていうのは自分で見つけて、窮屈すぎず、それこそなんだろうな、一番自分が蹴りやすいしっくりするところかな。5年前に教えてもらっていいですか。5年前に教えてもらってる。その知識ないから。今社会人でやってるからこういう知識ある。なるほど。今俺らが大学入ったぐらいだもんね、これができたのね。そうだよ、1年目はウィングなかった、うん、この最新のものを、うんうん、まあ、また来てもらって、うん、というわけで今回ちょっと僕のボロクソに言ってもらうはずだったんですけど、イベントコンサートということでありがとうございました。ありがとうございました。